皆様こんにちは。東京でヨガの先生を10年以上続けているミカです。 YouTube では15分間のヨガのライブ配信クラスを毎週できるタイミングで最近はアップロードしています。この動画は1月中に行った15分ずつのライブ配信クラスを1つにつないで60分クラスに編集をしています。15分の細切れなクラスを行っていただくのとは全く違うと思いますので、60分のクラスを探しているよという方はこちらの動画で練習をしてみてください。また YouTube メンバー限定の60分クラスというサービスもありますので、詳しくはメンバーページをご覧になってみてください。ではクラスを始めていきましょう。では楽な座法で座っていきます。まずは、足の裏と裏を合わせていきましょう。で、手は足首のあたりに置いて、そうやって膝を上下にパタ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 動かしてみます。で、股関節のあたりを動かすようなイメージになります。今度はですね、上半身をくるくるくるっと、右に左に回転させていきます。吸う息でぐーって胸を後ろに引っ張っていって、吐く息で体を前に倒れて、3回ぐらいずつ回していきますので、右回し3回終わった後は左回しもいきます。吸う息でぐーっと胸を後ろに行きます。吐く呼吸で体を前に倒れていきます。あと2回いきますね。吸って吐く呼吸で前、あと1回いきます。で、ぐーって胸を下に見せるような感じです。吐く呼吸で真ん中に戻っていきましょう。はい、では戻ってこえた足首をクロスさせて、手をマットの前につきます。で、四つん這いになってください。四つん這いになれたら、一度お尻を後ろにぐーっと引いて、チャイルドポーズになっていきましょう。肩周りをリラックス。もう一度吸う呼吸で四つん這いになります。これ2回いきます。吐く呼吸でぐーっとお尻を後ろに下げて、おでこをマットに、チャイルドポーズ。吸う息でもう一度四つん這いに戻ってきます。あと1回いきます。吐く呼吸でお尻を後ろに引いて、チャイルドポーズです。ゆっくりゆっくり真ん中に戻ってきます。で、膝をついていてちょっと痛いなと感じられるようであればですね、膝の下にタオルを敷いてあげたりして、膝がね、痛くないように、痛くならないように行うようにしていきましょう。では四つん這いに戻れたら、次吸う呼吸で天井を見るようにします。吐く呼吸で背中を大きく丸めて山を作っていきます。これはキャットエンドカーというエクササイズになります。吸う息で、空を見るとこう背骨が谷のカーブになります。下がったカーブです。吐いた時は、山のカーブですね、上にカーブを作っていくようにしてください。これもあと3回いきます。これはすごくいいエクササイズで、吸って空を見ます。吐いて背中を丸めます。背中のね、張りとか凝りとかの解消にもいいので、毎日行うように行うといいですね。吸って空を見る、吐いて背中を大きく丸めていきます。あと1回いきます。で、背骨ってね、一つの一本の骨じゃなくて、小さな骨がね、くっついていて、背骨、長い背骨になってるんで、その一つ一つの背骨、ね、椎骨をバラバラに動かすようなイメージで、このキャットエンドカーを行ってみていただくと、すごくいいです。じゃあ、四つん這いに戻っていきましょう。四つん這いに戻ってこれたらですね、左の足を足の高さに持ち上げてみてください。吐く息で左の膝と、鼻を近づけます。で、これでもまた背中が丸まっていきます。吸って左の足を後ろに引きます。吐く呼吸で膝と鼻を寄せていきます。
小さく丸まっていきましょう。おへそをですね、少しこう縦に縮めるイメージ。あと1回いきます。吸って後ろに伸びて、吐く息で左の膝と鼻を近づけていきます。次吸う息、左の足後ろに伸ばしたらですね、この膝を曲げずにですね、左のつま先で後ろの壁にくる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 円を描くようにしてみてください。3回ぐらい描きます。くる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 。反対回していきます。くる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 。はい、OK です。一度左の膝をマットに下ろしましょう。吐く呼吸を後ろに下げて、かかとの右の腕を左の脇の下にくぐらせていきます。右の手のひらを、まあ、天井に向けてもいいし床にしていただいてもいいです。お顔を左にまず向けます。鼻から吸って、で余裕があれば吐く息をでこをぐーっと床に向けるようにしてみてください。はい、ゆっくり右手を引っこ抜いて、またマットの上に戻ります。四つん這いに戻っていきましょう。今度右の足をお尻の高さ後ろに引きます。で吐く呼吸で右の膝と鼻を寄せていきます。背中が丸まります。吸って右足を後ろに、吐く呼吸で膝と鼻を寄せていきます。ふー、あと1回いきましょう。吸って後ろに伸ばす、吐いて右の膝を鼻に寄せます。おへそを縮めるように、息を吐き切ったら吸う呼吸で右の足を腰の高さです。で膝をね、なるべくこう曲げて足を動かすのではなくて、この右の足をなるべくまっすぐで、右のももの付け根のあたりから後ろに円を描くようにしていきます。まるで自分の足がおへそから動くようなつもりで、あと3回くるくるくる、反対回していきましょう。くるくるくる、これでお尻のね、筋肉を使って動かしているので、まあヒップアップの効果とかもあります。でゆっくり右の膝をマットに下ろしてあげたら、吐く呼吸、お尻後ろに下げてチャイルド。で今度は左の腕をですね、右腕の下にくぐらせていきます。腕から床に、最初右を向いとくんですけれども、ちょっと余裕ありそうだなぁと感じられましたら、お顔に床に向けてあげてもいいです。鼻から吸って、吐いたら、はい、じゃあ左手をまたマットの元の位置に戻していただいて、四つん這いに戻っていきましょう。で指の向きを膝の方に向けます。でこれね、辛くて両手一緒にできないっていう方あんまりいないかな。まあ両手一緒にやりましょう。両手一緒にやります。で上をぐーっと見ます。で吐いて背中丸めます。さっきと同じようにキャットヤの顔、山と他人のカーブを背中に作っていきます。あと2回いきます。でさっきと違うのが腕の置き方になります。少し腕の内側が伸びるのを感じて、あと1回いきましょう。吸った時に上を見ます。耳と肩遠くして鎖骨開きます。吐いた時に丸まっていきます。はい、 OK です。ではですね、指の向きを元に戻していきます。先ほどと同じように左の足を膝の高さにします。余裕があれば右手を前に伸ばします。吐く息で肘と右肘、左膝を寄せていきます。吸って伸ばします。あと2回いきましょう。吐いて寄せていきま
吸って伸びてください。吐いて寄せてきます。吸って伸びたら右手をですね、親指だけ伸ばしたこのいいねのマークにします。で、このまま足をくる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 回す。で、可能であれば右手もくる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 回す。あと3回、くる、くる、くる、反対回しです。くる、くる、くる、OK です。手と足を下ろしてください。左手を前に送ります。右手を左の腕の下にくぐらせて左側方向を向いていきましょう。右の手のひらは今回は天井を向くといいです。鼻から吸って、吐きながら左手腰後ろに巻きつけてあげて、胸が開くの感じていきます。吸います。吐き切っていきましょう。 OK です。また元に戻ってきてください。ラストいきます。右の足を後ろに伸ばします。左の腕を正面に伸ばします。で、吐く息で肘と膝を寄せていきましょう。吸う息で左の腕が前、右の足が後ろ、吐いて寄せて、あと一回いきます。吸って伸びた時になるべくこの左手指先、右のつま先遠く遠くに引っ張ってください。吐いて肘と膝をぐーっと寄せていきます。息をすべて吐き切ったら吸って、もう一度左の腕が前、右の足が後ろ。左手は、グッドサインにしていきます。親指だけ伸ばしてください。で、右のつま先、左の手、くる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 回します。どっち方向から始まっていただいても構いません。あと3回くる。右のももの付け根からくる。ラスト1くる。反対行きましょう。くる。くる。右の足まるでおへそから動いてくるように。はい、OK です。伸びて伸びて、吐く呼吸で左手を下げる。右膝が下ります。右手の息を少し前にしてください。で、左の腕をこの右の腕の下にくぐらせて、お顔右側を向きます。鼻から吸って、深く吐いていきます。で、次の吸う息で右手を天井の方にぐーっと伸ばしていきます。で、吐きながら右手腰後ろに巻きつけてあげて、右の肩の前側がぐーっと開くのを感じていきましょう。鼻から吸います。吐いたら、はい、OK です。右手をまたマットの上に戻してあげてください。指の向きを膝の方に向けて、もう一度空を見ます。これで最後です。吐いて背中を丸めていきましょう。猫背を作ります。あと2回。吸って上をぐーっと見て。吐いて背中を丸めていきます。ラスト1回です。吸います。なるべくね、こう耳と肩の距離を長くするように。視線は天井かおでこの真ん中にしてください。吐きます。で、背中の一番ね、凝ってるところをしっかり動かすように動いていきましょう。はい、指の向きを変えたら、正面に戻したら、吐く呼吸でお尻を後ろに引いて、チャイルドポーズになります。鼻から吸って、吐きましょう。で、
これでね、少し体が温まってきたかと思いますので、ここからまた四つん這いになって、お尻を上げて、ダウンドッグになって。今日のクラスもまたダウンドッグから、前回のクラスから続けていけるように、最初まず皆さんダウンドッグになってください。簡単にできるポーズばかりなので、最初にね、15分やって体が軽くなるのを感じてみます。足を腰幅にします。足と足の間に右こぶし2つのスペースがあるようにしてください。手を肩幅より広めに置きましょう。指の間をなるべく大きく開きます。鼻から吸って鼻から深く吐きます。耳と肩を遠くして、では次の吸い気で右の足を天井に向かって伸ばします。吐く息、右の足を手と手の間に下ろします。でこのプライマリーヨガマットを持っていらっしゃる方、アールの線に右足を置きましょう。右手を腰に置いて、吐きながら背骨を右側方向にねじります。鼻から吸って右手を天井に向かって伸ばします。吐く息を使って右手を頭の後頭後頭手元に下ろしてください。嫌いなことと松に戻して吸う呼吸で上体を起こします。両手を天井に向かって伸ばしてウォーリアの一番です。はい、で左に開きましょう。両手を肩の高さに下ろしましょう。右の足の位置をこの R の線から L の線まで移動させていきます。前の足と後ろの足が横一直線に並ぶようにします。こうすることで股関節がですね、しっかりと開くのを感じやすくなります。一応吸う呼吸、右足を大きく伸ばしてください。両手を天井で合わせます。吐く呼吸、つま先の向きを入れ替えていきます。今度は左の膝を曲げてみてください。お腹をしっかりとこの横を向きます。左にねじらないように両手を肩の高さに開き、視線を左手指先の方にしてください。右足でしっかりと床を踏む。手を下げて左の腕を手に向かって伸ばします。左の体側の伸びるのを感じていきましょう。両方の足を伸ばします。で両手を肩の高さにして少し足幅を、ね、狭めます。足幅は半歩を寄せるってよく言うんですけど、半歩ってだいたい15センチくらいと思ってください。でお尻をぐーっと右に突き出していきます。で自分の上半身をできる限り左に引っ張っていきます。限界ギリギリまで来たら左手を左の足首のあたり、もしくはマットに下ろしていきます。少しね、背中の後ろに見えない壁があるのをイメージしてみます。その壁に自分の背中をくっつけるようなイメージで胸を開いていきます。右手をさらに向かって伸ばして、右の肩にギュッと力が入らないように右の肩周りが、痛くなければ手を振り手の指先にします。少し苦しいなと感じるときはお顔はそのまま、おへその方と同じ向きを向いていただいていいです。もう一つ吸って、吐く呼吸、右手頭の向こうを同じ伸ばしていきます。このときね、肘が曲がりやすいので肘がしっかり伸びているように注意をします。鼻から吸います。腕は床と平行まで目指して下ろします。胸が内側に落ちないように空の方、このまま右手をマットの方に下げつつ、ゆっくり体を起こして起き上がりましょう。でこのままお腹をまたマットの前に向けます。右の膝を曲げて両手を天井に向かって伸ばします。吐く息で両手をマットに下ろしてください。吸う息で右の足を後ろに下げて、かかとから頭のてっぺんまで一直線、プランク1枚板のポーズになります。両方の膝をマットに下ろして一度吸いましょう。吐く息で肘を曲げて胸タオルを手と手の間で下ろします。吸ってアップロック、吐いて腿の付け根からお尻をスライドして、ダウンドッグになります。鼻から吸って
鼻からスタート吐いていきましょう。では反対足行けますね。一つ左の足が空の方です。はい、で左の足と手の間、手の線ですね。で左手を腰にして背骨を左側方向に通しとします。吸いながら左手を空に向かって伸ばしましょう。姿勢左手指先の方、背骨のツイートを感じていきます。半呼吸、左手頭の向こう側を通っていきます。このままマットに降りていきます。右のかかとをマットに下ろして、両方の足でマットを押しながら上体を起こします。両手を天井に向かって伸ばして選手のポーズ1番、鼻から吸います。でお腹を右側方向に開いて両手を肩を回す。で左の足をですね、かかととつま先をこじぐざぐ動かしながら顎の線まで移動させます。お尻の位置をもう一つ下ろしてあげましょう。指先が遠くです。内側に伸びます。吸う呼吸、両方の足を伸ばして手のひら下で合わせて合掌です。そこからつま先がくるくると入れ替え、右の膝を曲げてウォーリアーというふうになります。次、吸う呼吸、左手を下げて右手を天井の方に、右の体側は伸びるのを感じています。次、吸う呼吸、右の足を伸ばしてください。そこから両手を肩の高さ、前方に伸ばします。一回手を腰にしていただいてもいいので、左の足をですね、少し15センチくらい内側に寄せて足幅を目安に上げましょう。で、もう一度吸う息で手を遠く横に伸ばします。次、吐く息とともにお尻をぐっと左に突き出しながら、自分の上半身をできる限り右側方向に引っ張っていきます。で、限界ギリギリまで来たら右手を右の足首のあたりに置いてあげます。マットにね、下ろせる方は右手をマットに置いていただいてもいいです。吸う息は左手を空に向かって伸ばします。で、呼吸を感じていきましょう。肩周りをリラックス、胸が開いてね、気持ちのいいポーズになります。鼻から吸って吐いて、ワン。で、足でね、しっかりマットを押してポーズをホールドします。吐く息、吸う、肩周りリラックス。手を上げた手の指先か、もしくはね、首が辛ければそのまま胸、お腹と同じ方向に横を向けといていただいていいです。ラストワンです。十分に体の内側をね、奥深いところまで呼吸が広がるようにしっかりと吸います。次、吐く呼吸、左の腕、頭の向こう側に伸ばしていきましょう。左の腕は床と平行のところまで下ろします。少し胸の中心、空の方にターンさせてください。ゆっくり左手を顔の前と押しながら、くるりと一回転させて体を引き上がっていきます。このまま、右の腕、左の腕を天井に伸ばして、もう一度ウォーリアーの前です。マットの前をにお腹を戻してあげてください。吐く息で両手を待って。吸って左の足を後ろに下げてプランクイタのポーズです。膝をついたビアソムですし、足を伸ばしたままビアソムを伸ばして肩を吸ってアップドッグ、吐いてももをつけてからお尻を空にしてダウンワードフェイシング、鼻から吸って、鼻から深く吐いていきます。あとに呼吸します。ダ
ダウンドッグでね、あのすごい背中を回してエネルギーを全身に送り届けるイメージ。あと一つ鼻から吸います。で、息の流れはエネルギーの流れなので、体の内側をスムーズにその数字を通せて全部の息を吐くようにします。吸う呼吸、かかとを上げます。吐いて、かかとをマットに下ろして、ふくらはぎ、膝の後ろを伸ばします。もう一度吸って、かかとを上げましょう。吐く息、膝を大きく曲げます。視線を手と手の間にして、トコトコ歩くか、ジャンプで足を前にします。足が手と手の間に来たら、そこで深い前屈を倒さます。ゆっくり体を起こします。軽く膝を曲げてもいいので、背骨を1個ずつ1個ずつ積み上げるようにして体を起こします。体が起き上がってきたらですね、両手を横から回していただいて、天井で手のひらと手のひらを合わせていきます。次、吐く息で体を左側方向に押し出していきます。お尻をぐーっと右に押し出していきましょう。で、内ももがね、こう少し間が空くんですけど、そこを締めるようなつもりで、で、倒れるっていうよりも、もっと上に伸びて伸びて、で、右の体側が長く伸びるのを感じてください。真ん中に戻ります。また行きましょう。半呼吸で右に倒れていきます。で、ダヤーンって倒れていくよりも、しっかりと足の裏でマットをして、で、ジーパンのデニムのジッパーを締めるような感じで、自分の内ももをキュッとファスナー締めていきます。伸びて伸びて、吸う息で戻ってきてください。吐いて、ももの付け根からファル、吸って腰から背骨を前に伸ばします。吐いて、手のひらで足を一個ずつ後ろに下げます。かかとから頭の手を一直線です。背中を左に向けます。左手を腰、左手を天井に向かって伸ばしましょう。可能であれば左の足をクリーンにしてください。反対側も行きます。腰に、で、お腹を右にくるりと向けていきます。で、このままでもいいです。右手を天井に伸ばして、もしくは右の足をクリーンにしていきます。ゆっくりとマットに戻ってきます。1枚板に戻ります。かかとから頭の手で一直線。最後のミヤサです。膝を曲げて桜を吸って、胸開けアップロック。吐く息、お尻を後ろに下げてチャイルドポーズ、もしくはノンドッグになりましょう。お腹を吸って、深く吐きます。で来るようにします、両方の足が手と手の間まで行ったら、次、吸う息で背骨を丸めながら積み上げます。ゾンビロールアップですね。ゾンビが起き上がるような感じで起き上がってください。で、両手を天井で合わせて合掌。で、寒いのでね、股肩より3回動いていきます。
ていき手のひらが伸びます。進み気の左の足を元の後ろの方に向けます。かかとからかまのてっぺんが一直線になるように向けます。両方の膝を内ももっとに下ろし、縦に肘を向いて胸と顎手の手の間に下ろします。ニーズチェストツイングです。次、スクエッチで胸をぐーっと前に振って、手のひら足の甲で持ってきた足を吐いて、ももの付け根からお尻を空にして、ダウンワードフェイスドラフトです。2つ呼吸しましょう。鼻から吸います。右の間を大きく開いて、右と肩を遠くします。もう1つ吸って、深く吐いていきます。足が完全に、ね、伸びているようであれば、かかとをぐーっとマットに下ろし下げて、そして足の指がマットから浮くぐらい、かかとをぐーっとマットに押し込むようにして、ふくらはぎ、膝の後ろ伸ばしていきます。ではその息をすべて吐き切ったら、もう一度足をとことこマットの前の方に歩かせていきます。先ほどと同じように、足が手と手の間ができたところで深く連続、おでこと背を近づけていきます。吸う呼吸、次チェアポーズで起き上がりましょう。両方の膝を曲げます。腰掛け椅子、おでこポーズです。両手を天井に向かって伸ばします。お尻の位置を少し下げていきます。このまま吸います。次3呼吸で左にツイストします。右の肘が左の膝の外側に来るようにして反対も行きます。吸う呼吸で腰掛け椅子の状態のまま真ん中に戻り、ゆっくり吐きながら右側方向に寝ていきます。左の肘が右の膝の外側に引っかかるようにしていきます。吸いながら真ん中に戻っていきます。ゆっくり足を伸ばしてください。少し体を左に傾けるようにして右の体側を伸ばしていきます。です。反らないように気をつけてやっていきます。こういう風に反らないように、少しおへそ背骨の方に締まるようにしてやる。で、真ん中に戻ってください。吐く息、ももの付け根からもう一度スマンダイブ。頭が下がります。両手が両足の横、そして腰から手骨を前に伸ばしてフラットです。はい、で手のひらを横、右足左足をマットの後ろに下げます。かかとからかかの点が一直線です。膝をマットに下ろしてもいいですし、もし足を伸ばした状態で見やすくしている方は、この足を伸ばした状態で膝を曲げてくる、吸い気で胸開いてあげてはい、手元の付け根からお尻様に引き付けたモードを手に戻って、糸を削って楽に入っていきましょう。次、右の足を天井に向けて蹴り上げて、その後足の裏に入れてください。吐く息、右の足と手の間に運びます。R の線の太いです。左のかかとをマットに下ろして、ちょっと起こします。ウォリアーの輪になりましょう。で、これもね、腰が反らないように、少しおへそ背骨の方に寄せる意識で行っていただくと、この上半身が安定します。で、さっきね、右にねじったみたいに、ここから右にねじっていきましょう。吐く呼吸で左の肘を右の膝の外側に引っ掛けます。あと2回いきます。吸って真ん中に戻って、吐いて右側方向にツイストです。ラスト1、吸って両手を天井の方です。吐いて右側方向にねじっていきます。ゆっくり上半身を真ん中に戻して、で今度はですね、お腹と胸を右側方向にねじっていきます。右の膝を曲げたままです。両手を肩の高さに下ろしていきましょう。ウエストねじっていきます。右手で左のももの裏側をタッチします。そこから左手を天井の方に向かって伸ばしていって、左の体側をぐーっと伸びていくのを感じてください。鼻から吸います。吐
きのが左側方向に開いて、フォーリアの10になります。もう一度両腕を真横に開きます。で、右の足を若干左サイドに寄せます。 R から L の線に移動させます。で、そうすることで前の足、後ろの足が横直線に揃って、股関節開きやすくなります。一度両手を天井に合わせて合掌です。吐く息でもう一度ウォーリアーの吸気で左手下げて右手を天井、吐いて両手をマットに下げます。吸って右足を後ろに下げてプランクインタロン、吐いて肘を曲げてチャタランナ、吸気ジャンプの足の甲を手のひらでマットをします。おへそへ取り込ませるようにして、もう一度ダウンドッグに戻ります。ダウンドッグに戻れたら長い背骨、頭も重たく首の後ろ長く感じていきましょう。反対側いきます。次、左の足が空の方です。吐いて左の足を手と手の間へ向けに置いてください。ここから右のかかとをマットに下ろします。なので右の足斜め45度方向を向く感じになります。両手腰にしていいので体を起こします。 できればこの後ろの足が、ね、曲がっているようであれば、少しもうちょっと右の足でマットを強く押すようにして、後ろの足が、ね、伸びた状態になるように気をつけてください。両手が天井になります。お腹から伸びます。深く呼吸で左側方向にツイストしていきます。ツイストするときは右の肘がしっかり左の膝の外に引っかかるように意識をします。気をつけます。吸気で戻っていきます。で、戻ってきたときに後ろの足がしっかり伸びた状態で入って左にツイストします、あと1回です。左の肘は、ね、天井の方向く感じになっています。吸気で両手が天井、でおへそをですね、背骨の方に寄せる意識を忘れないように。息を吐き切ったら吸気でもう一度真ん中に戻ってきてください。両方の足でマットをしてます。上半身空に向かって伸び続けましょう。上げた手の指先もう1ミリ空の方です。そこから吐く呼吸、下半身何も変えずに上半身だけ左にねじっていきます。そのまま吸って、長い背骨、吐く呼吸、おへそ背骨の方にもう一個えぐり込ませていきます。両手を左右に開いていきましょう。肩の高さに開いていきます。右足曲がらないように、左手を下げます。右のハムストリングス触っていきます。ここから吸いながら右手空の方に長く伸ばしていきます。もう一個、右の腰から右の脇、右手の指先で伸びるの感じていきます。右足でしっかり床をしたらお腹の向きを変えていきます。ウォーリアー2です。両手ではまた肩の高さを左右に開きます。左の足をつま先とかかかとを順々に移動させながら右サイドに移動させます。あるので、もう一度お尻を下ろしてあげます。同様に右の膝が曲がらないように、右の足でしっかりマットして足を伸ばす。左の膝天井、次吸い気右手下げて左の腕が天井リバースを下り、吐く呼吸で両手をマットに下ろして、吸い気で左の足が後ろ、ランクイタのポーズ。足を伸ばしたままいける方は
ます。ではですね、この後ここだけバランスやる。右の足を天井、深呼吸で右の足を手と手の間に置きます。吸って左の足を上げます。一息そこで吐きましょう。手の位置をもう少し前に歩かせていきます。できれば右のつま先が内側を向かないようにしっかり真正面に向けた状態で、そうするとかなり難しくなるんですけど、これで半月のポーズ、あと一呼吸吸って、この右の膝が伸びるように、左の腰の骨を少し空の方にめくるように、ゆっくり左手降りてきてください。左足をマットの元の位置にして、右の足を後ろに下げます。一回ビヨンサ入れます。吸う気でプランク、肩手首の前です。吐きます。肘曲げて90度、吸います。胸開いてアップドッグ、吐いてダウンドッグ、反対足です。吸って左足を下げます。左の足を手と手の間に置きます。で、今度ブロッカーありでやっていきます。吸って右の足を上げます。そしたら手の位置をですね、少し前に歩かせます。少し前っていうのは、だいたいですね、自分の肩から腰の骨までの距離と同じぐらい前に歩かせていきます。で、ブロック必要ない方はそのまま右手を腰でいいんですが、ブロック必要な方は左手の下にブロックを置いておきます。高さは、まあ、低くてもいいし、調節をしていきます。この左のつま先が、ね、内を向きやすいんですけど、まあ、可能であればしっかり正面に戻してあげてください。お腹と胸を右に開きます。右の腰もう一個空の方に開くような意識で股関節を使っていきます。左の足も曲がらないように、右の足も曲がらないように気をつけてみてください。大丈夫であれば右手を天井に向かって伸ばします。難しいと思うんですが、バランスとポーズを感じていきます。あと一呼吸吸って、吸った時に体の中に息を呼吸を振り込んでいく。吐いて右手がいかです。両手の位置を左足の方に、右の足はマットの後ろの方です。吸って左の足を後ろに下げて、かかとから先の手を一直線にしましょう。吐く呼吸で肘を曲げて整えます。吸ってアップドッグ。吐いて腿の付け根からお尻を下にして、ダウンワードフェイシングドッグ。吐いて、はスタンディング、ここまでにして座ったポーズに入っていくので、かかと上げて膝を曲げます。視線を手と手の間にしましょう。ジャンプで座れる方はジャンプで座ります。で、右の足を左手のうち、左足を右手のうちにこうジャンプさせて着地して、足首クロスでお尻を下ろして座るようにしてあげてみてください。ちょうど座れたところまで来たので、で座れたらですね、少し背骨をコロンコロンしましょう。でこのね、背骨のコロンコロンはすごく背骨のマッサージになるので、5回ぐらいやっていただいていいと思います。コロン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 、あと1回くらいいきます。後ろに転がって、はい、前に戻ってきたら足の裏と裏を合わせます。で膝を外側に開いてください。
手は足首のあたりに当てて、吸う息で背骨を上にぐーんと伸ばします。顎まで上げていただいてもいいです。次、吐く呼吸で肘をぐーっと後ろに引きながら、でそれとは反対側に頭のてっぺんを前に引っ張っていきます。でこれがですね、合石前屈のポーズというポーズになります。股関節を開くのにいいポーズになるので、このまま5呼吸行っていきます。鼻から吸って、鼻から深く吐いていきます。で体をね、前にぐーっと転がっていくのではなくて、しっかりと座骨で、座骨がマットに降りてる感じで、肘を後ろにぐーっと引いていきます。あと、3つ呼吸していきます。ちょっと横から見ていただくとどんな感じになってるかっていうと、 NG なのはこんな風にして体が前に倒れていく感じで、そうじゃなくてしっかりと座骨はマットに根ざしているけど、上半身を前に引っ張っていくような感じで、そのためにこう肘を外側に開く方法もあるはあるんですけど、そのために肘を後ろにぐーっと引いてあげて、頭をぐーっと前に引っ張ることで、このお尻をマットに根付かせて頭を前に倒していくということが可能になります。あともう一つ鼻から吸います。吸った息を背中の方に送っていくような感じでイメージします。鼻から深く吐いた時にもう一つ、ももの付け根から体を折りたたむようにして、で肩なんかにね、余計な力が入らないように、お尻を重たくマットにして、おでこをもう一つ前に連れていきましょう。はい、ゆっくり体を起こします。あともう一個注意点はですね、こういう風に背骨をまっすぐで倒れてくるのがいいです。まあ、いろんなやり方あるんですけど、こう前に倒そうとして背中が丸まりやすいのもよく見かけるので、それを気をつけます。まあ、実はそういうやり方もあるんですけどね。じゃあ次のポーズはですね、かかととお尻を近づけて、こう膝抱えた状態で座っていきます。なるべくこうかかととお尻が近い状態で座ってください。左手をお尻の後ろに置きます。吸気で右手を天井へ向かって伸ばして、呼吸、右の肘を左の膝の外側に引っ掛けていきます。でこのね、肘が膝の外に来るだけでもうすでに、背骨がねじられています。でこの背骨のねじりっていうのがすごく大事なので、これを行っていきます。鼻から吸って、こうストローで水を吸うみたいに吸った息をこう背骨に吸い込ませていくようにイメージをしてください。鼻から吐く息でもう一つ背骨を左側方向にねじっていきます。で背中がね、こう丸まりやすいんですけれども、しっかりと背骨をまっすぐの状態で鼻から吸います。吐く息でもう一つおへそからこう背骨一つずつ下からねじっていくようにして、で最終的に視線が左の肩越しに遠く後ろの壁まで、向くようなイメージでいきます。はい、じゃあね、反対側にもねじっていきます。でこれをするのに少しやりにくいなっていう方もよくね、スタジオなんかではいらっしゃるので、そういう場合はお尻の下にブロックを敷いて行います。今度反対側です。右手をお尻の後ろにして、こう茶碗のフィンガーカップですね、指をマットに突き立てておきます。吸って左手を天井に伸ばし、吐く呼吸で左の肘を右膝の外に引っ掛けていきます。でもう一度そこで吸う息で、ね、背骨にこう背骨のストローに空気を送るように長く上に伸びていきます。で吐く呼吸を使って背骨を右側方向にねじっていきます。でこのままね、しばらく呼吸を一緒に続けていきましょう。吸った息が背骨のストローの中に通っていくのを感じてみます。吐く息を使っておへそから背骨を一つずつ一つずつ下から丁寧にねじっていくのをイメージしてみてください。
あともう一呼吸です。で、この右手の指先フィンガーカップにしていただいたのはですね、手のひらをベタッとつくとですね、結構皆さんこの手の方に体重を乗せやすくなるんですね。なのでこう手を手の方に寄りかかるのではなくて、手の指先でグッとマットをして背骨を上に立てるイメージです。で、その上に立った背骨を下から一つずつ一つずつねじっていってあげましょう。はい、OK です。ではですね、今のねじりは終わっていただいて、このまま仰向けになっていきましょう。足の裏をマットに置きます。両手を前に伸ばしてください。一息吸ったら吐く息とともにこうおへそを背骨に寄せるような感じで、少し下腹の筋肉腹筋を使いながらゆっくりゆっくりスローモーションで背骨をマットに下ろしていきます。ゆっくりゆっくり一粒ずつ一粒ずつで、肩甲骨のあたりまで床に降りてきたら一度手をバンザイにして、でもう一度起きていきますね。今のを練習しましょう。今度ふー吐きながらこうはんあの逆回しです。ビデオをね逆再生するような感じで体を起こしていきます。で、そこで一息吸って、吐く呼吸でさっきと同じ要領です。おへそ背骨の方にグッとこうドローインをさせます。掃除機でねゴミ吸い取るような感じで、おへそ背骨の方、おへそ背骨の方でゆっくりゆっくり背骨を一個ずつ一個ずつマットに下ろしていって、肩甲骨のあたりまで降りてきたら両手バンザイになります。で、起き上がる時もふう吐く呼吸でこう指先をねなるべく遠くにします。で、ここでおへそ背骨の方、おへそ背骨の方、おへそ背骨の方、なるべく反動つけずに起き上がります。これで最後にしましょう。吸って吐く息でふうおへそをドローイングさせます。こうダイソンの掃除機でねゴミを吸い取るような感じで、ふうおへそを背骨の方に寄せて、背骨の方に寄せて脊椎を一粒ずつ一粒ずつゆっくりゆっくりまた下ろして、はあ、背中ついた両手バンザイにして膝を胸の方に寄せましょう。で、両手で両方の膝を抱き寄せて左右にコロ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 揺れます。はい、OK です。では真ん中あたりでストップしていきましょう。左の足だけマットに長く伸ばし、吐く呼吸で右の膝を胸へと抱き寄せていきます。余裕があればですね、右の肘を右膝の方に引っ掛けて両手で肘同士を掴んでいきます。で、吐く息とともに右のももがぐーっと右のお腹のあたりをね押し込むように、右の足を抱き寄せていく。はい、ではその右の足を天井の方に伸ばしていきましょう。で、右の足をストレッチしていきます。手の位置はですね、ふくらはぎの後ろを持ったり足首のあたり持ったり、どこでも構いません。足の後ろに手が届くようであれば足の後ろにしていただいても構いません。で、これがですね、足に手が届かない、それはすごくやりにくいっていう場合は、こう長めのタオルをね足の後ろにかけてあげて、で、それで足の後ろを伸ばすようにしてください。鼻から吸って吐く息で少しね右の足とおでこの距離が近づくように、可能な範囲で、眠りない範囲でおでこと右のすねを近づけていきます。たくさんストレッチをね加えていきたいという方は、少し右のももの付け根がねぐっと上に上がってこない、右のももの付け根はマットの方に下ろし下げたまま、右の足がおでこの方に近づいてくるようにしてあげてみてください。あと一呼吸、鼻から吸って鼻から深く吐いていきましょう。で、腰反らないようにね、お尻重たくマットにして、右の足の後ろが伸びているのを感じます。そしたらですね、この足をそのまま左側方向に倒していきます。
でこの時にですね、まあ、膝曲げて倒していただいてもいいです。膝曲げた方が楽になります。足伸ばしてやりたい方は足伸ばしてやってください。でこの時にですね、お腹を左に向けるのではなくて、こうお腹と胸は天井を向いたまま右の足だけ左に来るようにしていただくと、背骨がねしっかりねじられますので、それをやっていきます。でお腹と胸がね天井を向いた状態で、右の腕は横にね長くバーッと伸ばせそうであれば、右の腕は横に長くバーッと伸ばしてあげていいです。鼻から深く吸い入れましょう。で両サイドに伸ばした腕で、そして今伸びている右の胸、お後にある背中、体の各パーツに呼吸が入り込んでいくのを感じていきます。で吐いた時にもう一つねポーズが深まるように、右の背中、右の腰の後ろがマットの方に近づくようなイメージで息を吐いていきます。はい、ではその息を吐き切った右の足を元に戻します。もう一度両手で右の膝を抱き寄せて、もう一回ね右足天井に伸ばしていきましょう。でおでこを持ち上げて、おでこと右のすねを近づけてあげます。この時左の足がぐーっと床に置いた状態。そしたらね両手で、右の足を左足の上に絡ませていきます。で両手で左の膝を抱き寄せましょう。近い方の膝じゃなくて遠い方の膝をぐーっと胸に寄せて、おでこと膝を近づけ、はい、ではリリースしたら今度右の足をまとに伸ばして、吐く息で左の膝を胸にぐーっと抱き寄せていきます。反対側を行っていきます。でもしね余裕があれば、左の肘を左の膝にぐっと引っ掛けていきます。こうやって手で持つより肘でね抱えてあげた方がぐっとこうももがお腹に入ってきます。でお腹のねマッサージの効果なんかもありますので、吸った息と吐いた息がでお腹の中でこうお腹を膨らませたりへこませたりしているのを感じていきましょう。はい、では左の足を天井に向かって伸ばします。吐く呼吸で左のすねとおでこが少し近づくように、一呼吸一呼吸ごとにねこう足の後ろが伸びてポーズが深まっていくのを感じていきます。で手をね当てる位置はですね、足左の足どこか届くとこどこでもいいです。ふくらはぎの後ろかもしれないし、ももの裏かもしれないです。でなるべく左の膝がね伸びるよ状態で行ってください。ロープやタオルを使われる方はロープやタオルを左の足の後ろに通していきましょう。吐く息を使ってもう一つ左のすねおでこの距離が近づいていきます。鼻から吸って鼻から深く吐いていきます、はい、ではですねこの左の足を右側方向に倒していきます。でこの左の足ね曲がっても構いません。左の膝曲げた状態で右に運んでいただいてもいいし、今こんな風にね左足伸びた状態で右に倒せるようであればそうしていただいてもいいです。でお腹と胸はですね天井の方にグーッと向くように、
この体の背面、背中がね全部ペタッとマットにつくようなイメージで、このポーズを行っていきます。この左の腕は左側に伸ばしていきましょう。でもしね、皆さんが誰かにお手伝い頼めるとしたら、この左の胸のあたりをねグーって上から押してあげると、より一層こう胸の付け根が開いて伸びて気持ちがいいと思うので、誰かにちょっとここ押してっていうのを頼めるようであれば、この左の胸の付け根のあたりをグーッと上から下に、手のひらの付け根のあたりでね押してあげてもらうとすごく気持ちがいいと思います。はい、では左の足を真ん中に戻していきます。吐く呼吸でおでこと左のすねを近づけていきます。でこの時腰が反らないようにしっかりと腰の後ろをマットの方に下げます。で右の足も浮かないように右の足をマットの方に下げます。ゆっくりと頭を下ろしていただいたら、左の膝と左の足が右足の上に絡まるようにお膝を絡ませていく。で両手でこのね遠い方の膝を抱き寄せていくと胸に入れるようにしてみてください。吐く息でおでこと左の膝を近づけます。はい、ではリリースです。そのままですね、足は、絡ませたのほどいて、マットの遠くに伸ばしていきます。軽く足首を内外内外揺らしたりとか、一回ね、胸をマットから持ち上げて、ストーンと下ろしてみたりとか、両腕どこかね、遠くに長く伸ばしていきましょう。もしね、手を体の上に残しておきたいようであれば、それでも構いません。体が落ち着く場所見つかりましたら、そこでお休みを続けていきます。鼻から吸って、鼻からね、吐く息、体の背面をマットに預けていきます。ヨガを最後まで行っていただきありがとうございました。最後のお休み、シャバーサナの時間は必要なだけ取られるようにされてください。動画が役に立ったという方はいいねのボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ありがとうございました。